私の名前は上杉謙信。普通の転生武将として戦国学園に通う2年生だ。そんな私の前にある日突然一匹のカッパが現れた。何？お前があの毘沙門天様だと？冗談は顔だけにしておけよ、妖怪。ただカッパの宣言通り全身タイツの一向宗というやつらが現れた。学園の平和を乱す者は許さない。わかった、私が毘沙門天使に。って、こんな格好をするのですか？マジカル、ミラクル、くる新番組、毘沙門天使、謙信ちゃん。この夏から放送スタート。やっぱり何かおかしくないですか？毘沙門天様、毘沙門天様！プレイステーションポータブル専用ソフト、桜花戦国ポータブル、6月28日発売予定。わしと契約して魔法少女になる。